ウラジオストク国際空港は、ロシア連邦プリモルスキー地方のウラジオストク郊外のアルチョームにある国際空港。ウラジオストク中心部から北に40キロメートル余りの位置にあるウラジオストク空港は、主要滑走路であるクネービッチ飛行場と、主に地元の飛行クラブに利用されているオジョールヌイエクリュチー飛行場の2つの飛行場から構成されており、ICAO コードの輪は、 ネビッチとして登録されているため、ウラジオストク空港をクネビッチ飛行場、またはクネビッチ空港と呼ぶこともある。1993年に民間航空機にも供用されるようになり、1999年3月に国際線、ターミナルビルが完成した。2006年には国内線、ターミナルビルも完全改築されオープンした。その後、 2012年ロシア APEC の開催に向けて改修工事が行われ、新国際旅客ターミナルも建設された。2009年に滑走路 07R25 リットルは2500メートルから3500メートルに拡張された。この工事が終了した後、2020年では 07L25R が閉鎖されている。国内線ターミナルのチェックインホール新しくなった。 ターミナルアエロエクスプレス最寄り駅は空港ターミナル A に直結しているアエロポルトクネビッチ駅。ここからウラジオストク駅までアエロエクスプレスが結んでいる。運行本数が1日5往復と少なく発着時刻の変更が頻繁にあるためアエロポルトクネビッチ駅にて確認が必要。空港のバス乗り場からウラジオストク駅行きの107系統のマルシュルート化が2019年の 時点で1日に21本運行している。比較的小型の車両のため、乗り合いタクシーとも呼ばれる。一度に大人数では乗車することができない。その他、ナホトカ行き、ウスリースク行き、アルセーニエフ行き、パルチザンスク行き、ボリショイカーメニー行き、スパスク行きがある。また、空港のあるアルチョウム市の中心部へは、シャトルバスで行くことができる。 空港1階のタクシーカウンターで行き先を示して、料金を先払いし、乗車するタクシーのナンバーが書かれたチケットを受け取り、空港前でそのナンバーのタクシーに乗車する。2015年に空港のあるアルチョウムシにカジノと高級ホテルなどを組み合わせたプリモリエエンターテイメントゾーンにティグレでクリスタルが開業し、空港との間に有料送迎シャトルバスの運行を追っている。 ありがとうございます。